皆さんこんにちは、菊池涼子です。今回はマイナンバーカードの便利な活用法としてコンビニエンスストアで証明書を取得する方法をご紹介します。では早速行ってみましょう。コンビニ交付サービスで必要になるのはマイナンバーカード、4桁の暗証番号、手数料です。なお千葉市に住民登録がなく本籍が千葉市にある方が戸籍証明書を取得するためには事前に利用登録申請が必要となります。利用登録申請もコンビニで行いますので操作方法については後半でご紹介します。では早速証明書を取得してみましょう。今回は住民票の写しを取得したいと思います。コンビニ交付サービスを行う際はコンビニの店内に設置されているこちらのマルチコピー機を使います。ここからは代表的な端末の画面イメージで手順をご紹介しますので参考にしてください。まずはマルチコピー機の画面に表示されている各種メニューの中に行政サービスという項目がありますのでこちらを選択します。すると行政サービスのこちらの画面に切り替わり証明書交付サービスという項目が出てきますのでこちらを選択します。証明書交付サービスを選択すると利用規約が表示されますのでそちらに同意し次へ進むとマイナンバーカードをセットしてくださいという画面が表示されます。ここでマイナンバーカードを使います。カードをこのようにマルチコピー機の所定の場所に置いて機械に読み取らせます。マイナンバーカードがコンビニ交付で利用可能かどうか確認を行いますのでしばらくお待ちください。必要な証明書を選択してくださいの画面が出てきます。今回は住民票の写しを取得しますのでお住まいの市区町村の証明書を選択します。ここで暗証番号の入力を求められますのでマイナンバーカードの交付時にご自身で設定した4桁の暗証番号を入力します。なおこの後はマイナンバーカードを使用しませんのでカードを取り外し置き忘れのないよう注意しましょう。暗証番号の入力後お住まいの市区町村で取得可能な証明書の一覧が表示されますので取りたい証明書を選択します。今回の例では住民票の写しを選択します。証明書の交付種別を選択し証明書に記載する項目の有無を選択します。証明書の必要部数を入力します。これまで入力した内容の最終確認を行います。訂正が必要な場合は該当項目の入力画面または選択画面まで戻って訂正することができます。ここでお金を入れてスタートボタンを押しましょう。証明書が必要部数分印刷されます。住民票の写し無事取得できました。千葉市に住民登録がなく本籍が千葉市にある方が戸籍証明書を取得するためには事前に利用登録申請が必要です。利用登録申請は同じくマルチコピー機で行うことができます。こちらの画面で利用登録申請を選択していただきご自身の本籍地や筆頭者の情報を入力してください。もし申請が却下されている場合は本籍地の区役所にお問い合わせください。申請が承認されましたら改めてマルチコピー機で行政サービスを起動し証明書交付サービスを選択してください。こちらの画面になりましたらお住まいの市区町村と本籍地が異なる方の戸籍証明書を選択し操作を進めていただければ戸籍証明書が取得可能です。今回は住民票の写しを取得しましたが
コンビニ交付サービスではこちらの証明書も取得することができます。なお、コンビニ交付サービスはマルチコピー機が設置されている全国のコンビニエンスストアなどで、年末年始を除くご覧の時間でご利用いただけます。近くて早くて便利なマイナンバーカードを使ったコンビニ交付サービスをぜひご利用ください。